I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that, and much more. Listen to mobituaries with mo r wherever you get your p o d c a s t 今朝入っているニュースをお伝えしていきます。処理水放出の海水、トリチウムの検出限界値を下回る。一方、中国では放出に反発し、日本人学校に投石。ロシア当局がプリゴジン氏の死亡を確認。墜落機に不審な部品、爆発物か。 北九州市の商業施設の駐車場で零歳児が死亡車内に2時間半置き去りかたひ彦参線 BRT 今日開業豪雨から復興新たな足にバスケワールドカップ日本が格上フィンランドに歴史的勝利河村勇輝らが躍動し終盤に劇的大逆転まずは 福島第一原発の処理水放出ですけれども、はい、環境省は昨日処理水放出開始翌日に福島第一原発沖で採取した海水の放射性物質トリチウムの濃度は検出限界値を下回ったと発表しました、はい、福島県が採取した海水からも検出されませんでした そして東京電力や魚を対象とした水産庁の調査でも同じような結果が出ていて政府は水産物の輸入を停止した中国などを念頭に引き続き安全性を強調しています。はいえー、ということで、まあ、もう環境省はもちろんですけれども、はい、水産庁もそして福,福島県は福独自でもやっていますしね、えーえー、そして東京電力も調査しているということでそれぞれいずれも、えー、下回っていると。 いうことでただう中国は反発すごいですね。なんだなんでだろうねこういうやり方っていうかね。まああのー。 西日本新聞の一面からですけれども、はい、中国の日本人学校に石や卵が投げつけられる嫌がらせが相次いだことが昨日分かったということなんですね。で、まあ、その中国がこの海洋放出に反発しているっていうのは、まあ、分かってはいましたけれども、えー、それがまあ、国民レベルでも広がっていって でそれが例えば日本製品を買わないように呼びかけるということになったりあるいはもう日本を訪れる旅行をキャンセルにつながっていったりとか、はい、そして SNS でもいろいろな書き込み投稿なども続いているしあと、いろんな参議院であったり、はい、あるいは飲食店であったり、えー、いろんなところにこう嫌がらせの電話をかけるとかね。ね なんでこういうこう悪質な行動につながっていくのかそこに言ったってしょうがないじゃないっていうところなんですけども。なんかこう 別の日頃の不満みたいなところを、うん、この日本に向けることで、なんかこう解消、まあ解消というか、すっきりしようみたいな、うん、そういうふうになってるのか、なんかもうこういうのはもう残念だし、呆れてしまうし、ただ、えー、もうすぐやめてほしいなっていうところですよね。そ,ねそして日本も、あの、中国政府にしっかり働きかけて、こういった行動を慎むようにやめるようにっていうことと、はい、あとは安全性を絶えずこう、まあ、調査して、うん、それをきっちり報告して、 信頼を積み重ねていくっていうことが大事なのかなと思います。あとは風評被害への対策、支援ということですよね。はい、さて続いてはロシアの民間軍事会社ワグネル創設者の プリゴジン氏所有のジェット機が墜落して乗員乗客10人が死亡した事件でロシア連邦捜査委員会は27日 DNA 鑑定により遺体の身元がプリゴジン氏を含む乗客名簿と一致したと発表しました。プリゴジン氏の死亡を公式に確定するものということになっております。 しかしなんかこういうタイミングでっていうのはなんか何者かによってあるいは なんかロシアによってとかなんかいろんなことをね。約束をしてしまいますよね。<laughs> 読んでしまいますよね。一体何があったのかということですが、ただまあ、プリゴジン氏が亡くなったということがこれによってまあ確定ということでね、発表されて、はい、しまったということです。さて続いては痛ましい事故が起きてしまいました。北九州市羽田西区の商業施設の駐車場に停めていた車の中で26日おとといです。生後10ヶ月の男の子がぐったりした状態で見つかり、病院で死亡が確認された事故で、 男の子はおよそ2時間半車内に置き去りにされ,てされたとみられることが、えー、昨日福岡県警の取材で分かったと西日本新聞が報じております、はい、男の子の両親は別々に買い物をしていたということで互いに相手がつまり夫は妻が男の子を連れているんだろう,う妻は夫が男の子を連れているんだろうと思ったと話しているということなんですね 非常に暑い日が続いておりましたけれども、はい、その中に置き去りにされてしまったということ、なぜ気づかなかったのかということがね、っもう本当に悔やまれますよね、はいえー。司法解剖した結果ですけども、死因を特定できなかったと。ただまあ状況から熱中症の可能性があると見ていると。うん ということです。はい、さて、えー、JR 北彦山線の一部などおよそ40キロで、えー、28日、つまり今日、バス高速輸送システム BRT 彦星ラインが運行を始めます。鉄道が BRT に転換されるのは九州で初めて、そして事業主体の JR 九州は鉄道時代の駅の3倍となる36の停留所を設け、利便性向上を図るということで、いよいよ北彦山線 BRT が今日から運行開始です。 樋口清則です僕が喋る我思う故に我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています固定観念や規制概念をぶち壊すポッドキャスト番組我思う故に我ありぜひお聞きください